私は、厨房を飛び出してこちらナチュラルショップ栗の実さんに来ました。イエーイ。すごいすごい来たすごい来たすごい。もう撮っていらっしゃいます？この左手に見えるですね、ほとんどがうちの田んぼです。そしてこの間収穫を終えてハゼ掛けといってですね、天日干ししたその残りがこの藁が積まれてます。それ以外はもうコンバインというですね、刈り取ってどん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 、もみだけにしていく、そういう機械でも収穫を終えていて、でこれから鶏舎行ってもらいますけども、昨日が10月13日でですね、被災、された方々のですね、昨日テレビでも放映されてましたけども、実は私たちも2年前は被災しました。ここが水没しました。ここまでちょうど塀のコンクリートのところまでが水が来ました。そんな中に鶏舎がありましてね、そこに泊まり木といってですね、1メートルぐらい高くなったところ、この水の中に落ちないようにみんなあそこに乗るんですが、全員乗れなかったんです。中には落ちてしまった子がいてですね、その子たちは残念ながら亡くなってしまったという。うちの鶏さんはカゴ、ケージという小さなカゴの中に入ってはいません。大地の上にですね、自由に動き回って産卵箱に入って卵を産んでと、平飼い養鶏と言います。狭い狭い部屋の中でずっと卵を産み続けているよりも、自分たちが好きに動き回れる、そうした場所で生活している方がいいですよね。ここの中にこう見ていただければ見えますよね。お米が見えたりしませんか？お米が見えますよね、はい。この黄色いお米や、トウモロコシ、あと米ぬか、一部ですね、配合飼料、つまりトウモロコシが入っていたりしますけれども、ほとんどは私たちの農園で採れるものです。あとお豆腐屋さんのおからを入れて、そうしたことによってこれがどん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 発酵していきます。みす先生、なんですかね、発酵食品っていうと。お味噌ですか？お味噌ですね。皆さん食べてもらってるお味噌、はい。そういったものにね、鶏さんのそういう発酵食品をこうやって与えています。もう一つ、畑に生えているこうした野草、または野菜くず、自分たちで育てた野菜くず、これを必ず与えます、毎日。はい、みす先生見てください。はい、わかりました。入っていいんですか、ね、私も入っていいですか、はい、じゃあこれちょっと開けますね。で、じゃあどうぞ、はい、はい、はい、どうぞ、開けてください。先ほど水木先生に鶏舎見てもらいましたけど、この子たちは鶏舎から外に出てですね、一日過ごせるような場所で放し飼いをしています。鶏舎の中からですね、ではちょっといっぱいいて嫌だなっていう鶏さんたちがここに来てます。この子たちはちょっと気弱です。でもここでですね、太陽の光をいっぱい浴びてのんびり過ごすと、また強くなりますので、そしたら帰っていきます。幅広の柔らかい、すごい来たすごい来たすごい、早い早い、おっとっとっと、そうですね、こっち帰れないと、ここだけ
はい、じゃあこれから味噌先生にあの卵取りをやっていただきます。はい、はい、シューランスとかの 卵なんですけれども、はい、ここのトレーに置くときにはこの必ずこのとんがってる部分を、はい、下の方にして、とんがってる部分を、はい、下の方にします。どうですか、とんがってるの分かりますか。右側ですね。ええ、とんがってますね。はい、はい、じゃあ味噌先生、そのようにとんがってる方を下にして、はい、はい、卵を入れていってください。はい、じゃあやってみます。はい、とんがってる方を下で、はい、はい、はい、こっちですね。はい、はい、はい、あ、パックもね、そうなってるんですね、知らなかった。また見てください、パックね。はい、はい、実は今ちょっとここにですね、杭が打ってあるんですけれども、はい、あのここはですね、冬になると羊さんが来るんです。顔の黒い羊さん、はい、サフォークという羊さんが来ます。羊のショーンの、ね、羊のショーンの、そうなんです。あのぜひともですね、今年は皆さんに見ていただけるようになりますから、12月になったらまた来てください。あれ、今日はなんか羊さんいないはずなのに羊さんいますね。未来区の皆さん待ってます。めーめーめー、 OK ですか。お疲れ様。そう、ま、ちょっとミスったかな。え、もう一回やるかい。いや、ないからもう、もういいな。もう一回やります。はい、水先生、それではの次はですね、大豆畑にご案内したいと思います。はい、行きますよ。はい、はい、せーの。はい、着きました。ですね、今度はですね、私たちの大豆畑に来ました。どうしてここをご紹介するかというと、皆さんお味噌食べてくださってますね。はい、その材料の大豆をですね、あのこれから水先生にどんな状態で今育っているかを、見てもらいたいと思います。じゃあいくつかちょっと収穫して、はい、はい、こんな状況で、はい、なってます、なってますよ。まだまだ青々してますね。はい、まだ収穫にはもうちょっとかかるかもしれませんね。そうですね、もうちょっと、はい、買います、ね、はい、はい、はい、じゃあ剥いてみます。はい、はい、こんな感じで、あ、大豆、はい、大豆だ、もう、はい、あ、乱れてる大豆が出てきました、はい、出てきましたね。はい、すごい、皆さんのお味噌になるまでもう少し、はい、待っていてください。ささらてポケット。はい、それではですね、今度は私たちのお店を見ていただきたいと思います。じゃあお店の中に、うん、お邪魔します。あ、卵卵あった、はい、こちら、はい、卵、取れたてを毎朝選別して並べております。すごい、はい、こっちではあの利用者さんに手洗いでしてもらって洗ってある卵と、はい、そのまま産みたてをこのまま持ってきてある2種類の、洗ってない卵、はい、洗っていない卵の2種類ございます。これ違いは何かあるんですか、洗ってるのか洗ってないのか。そうですね、あの卵の殻にですね、小さな穴が開いているんですけれども、はい、そこからやっぱり水、洗ってしまうとどうしても水が入ってしまうので、はい、洗っていない方が若干日持ちがするかなというところ。そうなんですね、はい、すごいいっぱいまた種類が、はい、で採れた野菜を使ってマフィンを製造しております。あ、すごい。一番人気は人参であったり、季節限定で今ほうれん草を販売しております。アーモンドが入っていて、はい、ちょっと他とは違う味になっていて、とても美味しいです。すごい美味しそう。こちら の, あのナチュラルショップ栗の実さんは、どういう方が働いていて、私たち の, あの給食に使っている味噌だったり卵だったりを作っていただいているんですかね。はい、みんなですね、どちらかというと汚れてしまうお仕事の農業はちょっとって思う人が多いと思うんですが、私たちの仲間はですね、
皆さんの食べるためのお手伝いをしている、大事なお手伝いをしているんだっていうですね、その、自信や誇りを持ってお仕事をしてくれてるなと私は思っています。給食の方もお味噌汁、とても国富園さんのお味噌がとてもマッチしてて、素朴な味で子供にはとてもいいと思います。美味しいです。この未来のある人たちにそうした安心であり、なおかつ、美味しくですねいただいて、もらえるという野菜をですね、これからもみんなで頑張って、作っていきたいと思います。国富園さんは私働いてたんですよ以前。そう、はい、お布施の方なんですけども、すごいいいものを作ってるんですけど子どもたちまで届いてないなっていうのがありまして、このミライクさんの給食の求人があったのでそちらの方に採用になりまして、でそこで使ってた野菜を使って給食を作りたいなと思いまして、今も私たちのこの食材をですね使ってくださっているということに関してはもう本当に感謝です。私はですね上島さんたちが作ってくださる給食をいただく時に感じたのが、子どもの頃母親が作ってくれた夕飯というものをですね思い出す、昔のその食材を母親が一生懸命こう家族のために調理したっていう、そんなようなですね感じを受ける給食で、とてもお腹も心もですね満たされた、なと、思っています。今日はありがとうございました。とても楽しかったです。卵取れる体験だったり、大豆の畑にさせていただいたり、ショップの中もいろんなものが売っててすごい感動しました。ありがとうございます。